セモンス19歳です。ここ2年、ね、毎日欠かさずストロング散歩を飲んでました。ストロングゼロですかね。えー、最近になり動機、手先の震えなど様々な症状が出てきました。やめるやめる言ってやめれないです。助けてください。完全にアル中なんで、え、それストロングゼロの問題とかではなく、アルコールの問題なんですよね。なので、アルコール外来とかに行った方がいいと思います。アルコール中毒であるという病気なので、人に相談をするとか、自分の意思で治せるとか思わない方がいいです。アル中を自分の意思で治せる人はアル中にはない。 ありませんダイエットするって言ってるやつって、だいたいダイエット失敗するんですよ。ダイエットしなきゃって言ってる時点でもう太ってるわけじゃないですか。で、太ってるからダイエットしなきゃいけないと思って口に出すんですけど、本当に太ってやべえ、痩せたいと思った人って、もう痩せるための行動をするんですよ。でももう痩せてダイエットするって言ってる時点で、あなたの意思ではダイエットはできませんよっていうことなので、なんでそこら辺はもう自分はそういうことができないっていうのをちゃんと自覚して、できない上でどうやって対処するかっていうのをしてこいてます。僕の知り合いのデブの人とか 油分を吸収できなくすすすするる薬を飲むとかでででで痩痩せせんですよね食べ物大好きです痩せたいですなので運動もしたくないですそうすると普通に暮らして痩せるの不可能だよねとなのでじゃあもう栄養分を吸収しない薬を飲もうっていうので油分を吸収しないっていう形であの摂取カロリールを減らすことで痩せるみたいなそういうやり方もあるのでもうできないものはできないって割り切った方がいいんじゃないかなと思います胃を小さくする手術とかも割と効果あるらしいですね胃を小さくするやつとかなんか胃に風船入れるのかな,な,んかなんか色々小さ 切らなきゃい,けないのでその,後のリスクもあるんですけどなんか風船入れるやつはなんか副作用もないっぽいのでそんなも試してみるじゃないですかまあ別にあの詳しくないので副作用だったらすいません。